安倍さんがものすごい興味深かったみたいでね、安倍さんが辞めた途端曲ができなくなりました。大好きやったんですね。そうみたいです、ね、次の曲はね、あの安倍さんがあの総理大臣になってすぐ作った曲なんですけどね、あの俺あの NHK のラジオで歌う機会がありまして、で NHK のラジオはね、あの NHK の番組っていうのはちゃんと全部検閲されるんですね、最初ね。だからこの曲歌いたいって言ったら音源を聞かせろって言われまして、音源を聞かせたらダメだって言われました。そんな NHK ではダメだった曲やります。それが何かはともかく、コントロールもできてます。何の根拠もないけど、公約無視も平気です。外づらいのが取り柄です。武器の輸出は認めます。原発セール続けます。太いものには巻かれます。それは情報じゃないから、大手企業の味方です。所詮金目のことでしょう。解雇自由に許します。残業手当もなくします。有無を言わさず決めてます。戦う力は支持します。大事、これは大事、内閣総理大臣。大事、これは大事、内閣総理大臣。社能でおもてなし、公共事業増やします。まさか賄賂はないよね。年金さらに減らします。もらえる年も引き上げます。新規税金作ります。携帯電話や主婦まで、大義なくても選挙です。拉致の事実は隠して、基地は辺野古に移します。変えるわけなどないでしょう。人の命が第一、刺激にあふれた演説、軍事派遣の口実、テロには決して負けません。大事、これは大事、内閣総理大臣。大事、これは大事、内閣総理大臣。妻は名誉職が大好きでした。お腹は弱い方です。格差社会を育み、理想の未来の枠組み、美しい国にします。日本を取り戻す。大事、これは大事、内閣総理大臣。大事、これは大事、内閣総理大臣。内閣総理大臣。これNHKも最初から使えなかったじゃないの。それでもやめっ。まあでも着ないよりは可愛いよね、あの方がね。